皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー遊んでいきたいと思います。今回はスピランハッピー S さんのみんなでゴー楽しいよ、頑張れよ、スピランゴー100タイム、こちらのコースを遊んでみたいと思うんですが、なぜテンションが低いかと言いますと、もう散々プレイしているんですがクリアできる気配がございません。クリア率は 0.1%、 もちろん鬼畜コースになっております。ベストタイム1分27秒97秒、100秒の制限に対して97秒なので、かなりタイムもシビアな感じになっております。というわけで遊んでいきましょう。もうね、ある程度中身は分かっているんで、そこはご了承ください。分かっていても知りますけどね。まあね、正直あと30分ぐらいやってクリアできないようだったらもう完全に諦めようと思っております。ほい、ここね、1回のジャンプで2つ壊せる方法があるはずなんですけれど、私よく分かってないんですよね、そのやり方が。なのでその分タイムも多分ダメなんだろうなーなんて思っています。ここで3回クルリンをやって行かないと届かないんで気をつけましょう。やべえやべえ、久しぶりになったらここ忘れてた。右ダッシュで行かないとダメ。クールよ、スタート地点左のバネのところの赤コイン取るのもね、あれファイヤーバーがすっごいギリギリなんで、うまーくやらないと死にます、死にます、普通にあそこで死にます。ほいほいほいと。でこのコースの肝は空中バネじゃんなんだけど、私空中バネじゃん嫌いです。なんでもう私には難易度が高すぎる、まあそんな感じのコースになっています。ここ1回目で、ここ高くジャンプしすぎると上にある棘に当たるんですよ。でこっからボム兵を運んで、ここのボム兵運ぶの自体はそんなに難易度は高くないです。でここをカロンさん落としてのブラーパでこっちに戻って、のでまた棘をかぶって、でまた戻ります、ここに戻ります。はい、くるりんくるりんと。でまた空中バネちゃんが当然この先待っているんですよね。もうそこでね、私よくミスするんで結構テンションが下がっちゃってます。はい、お邪魔しますからの、はい、こうやって投げちゃうんですよ私。はい、テンション下がっております。はい、やっと2周目戻ってこられました。そして死にます、バイバイ。
はい、ニュータビー戻ってきました。今度は進めるでしょうか。進めたらいいな。まあどうせクリアはできないんだけどね。ここでまた空中バネジャーの連続です。残り10秒、さて間に合うんでしょうか、間に合うんでしょうか。ゴールできました。はあ、疲れた。何時間やったんだろう。ああ疲れた。みんなでゴー、楽しいよ、頑張れよ、スピランゴー100秒ということで、スピランハッピー S さんのコースでした。無事クリアできました。いや正直苦手なギミックばっかりで相当疲れたんですが、なんとかクリアできてよかったです。はい、では今日1コースになってしまいましたが、このあたりで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。コース募集も行っております。優しさあふれるコース大好きです。それとチャンネル登録お済みでない方、もしよろしければチャンネル登録お願いします。今日はあんまり喋れてないんですけどね、いつもは無駄なトークばっかりグダグダ喋ってますよ。ぜひまた遊びに来てください。それでは明日はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うく主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。